こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、プロが春に買って良かった服、ベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。このような動画って、実は結構久しぶりなんですね。というのも、僕の普段の動画って、ユニクロですとか GU、グローバルワーク、最近では無印良品も増えてきましたが、まあ、ちょっと高くてもグリーンレーベルだとか、セレクトショップのオリジナルというところのですね、商品を皆さんにご紹介してるわけなんですね。一方で、僕自身が普段買ってるものというのは、ちょっとニッチ でマニアックなものが多かったりするので普段の動画のテイストと違うのでまあ、皆さん興味あんのかなこれ知りたいと思ってんのかなやる必要あるのかなっていうところでちょっとですね葛藤があったのでしばらくやらないでいたんですが割と最近コメント欄で最近買ったもの紹介しませんよねみたいなものが多かったのでちょっ は需要があるのかななととといいいうことで久々にやっっててみたいなと思っていますあ、その中で、今回は、まあ、僕の動画の視聴者の皆さんにも、まあ、比較的トライしやすいかなっていうものも含めてですね、セレクトしてみましたので、まあ、よかったら参考にしていただきたいなと思っていますし、まあ、それであってもですね、ちょっとニッチでマニアックなところがあるかなと思うので、まあ、参考程度に、プロはこんな感じのものを買うんだなっていうのをですね、ちょっとこう、エンタメ感覚で楽しんでいただければ というふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということでここからはですね僕自身が春に買って良かったアイテムをですね皆さんにご紹介したいなと思ってるんですがまず一つ目はこれですね はい。これですね。ニューバランスの 990V6 ですね。まあ相変わらずですね、昭和の演出で登場させてみたわけなんですが、まあこれはですね、最近買ったものの中ではなかなかワクワク感があって、まあ皆さんにもご紹介したいアイテムの一つかなと思います。まあ先日ニューバランスの中でどれを買うべきなのかみたいなお話をしましたが、まあその中でもちょろっと出てきたので、まあすでに知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあニューバランスの様々なモデルの中で、 990番台というのはちょっとレアでなかなかですね、買いづらいモデルとしておしゃれが好きな方の間では結構人気のモデルになってるんですね。まあその中でも990というモデルというのはまあこれまでは V5 というものですね。5代目の990だったわけなんですがまあそれがですね、ずっと人気で今でも店頭で置いてあるところたくさんありますがそちらの最新型ということで V6 というのが出たわけですね。まあこれですね、まあ正直リリースされてから ちょっと時間経ってから購入したんですね。というのも結構早い段階からこちらの V6 のですね、画像は見ていたんですが、パッと見の印象があんまり好きじゃなかったんですね。まあいわゆるですね、ダットスニーカーと呼ばれるようなソールが厚くて、やぼったさがあって、まるでお父さんが履いてそうなスニーカー。まあそういった意味合いがですね、ダットスニーカーという言葉には含まれているんですが、まあその雰囲気をですね、取り入れたような最新スニーカーになっていまして、 まあこのようなスニーカーって最近はちょこちょこと増えていますね。まあ、例えば、他オネオネだとか、あとはサロモンだとか、まあ、そういったちょっとランニングシューズ系のものって、結構ソールの厚みがしっかりとあるものが少なくないんですが、そのあたりを990番台に取り入れたのが、まさに V6 というモデルで、僕はあんまり好きじゃなかったんですね。そして、このちょっと曲線的なデザインですよね。このソールがですね、つま先にかけてスッとこう、せり上がっていくような感じとかも、これまでよりもちょっとスポーティー な感じがしたんですねというのも、990V5 というモデルがかなり上品で大人っぽいですね、デザインだったので、それがすごく好きだったんですね。一方で、この 990V6 は割とですね、ランニングシューズっぽい感じが強まったモデルかなと思います。アッパーにはですね、このようなメッシュの部分だとか、レザースウェードなんかが使われているわけなんですが、このメッシュ部分の面積がちょっと増えたような印象があるんですね。そして厚めのソールということで、スポーティー 出しちょっとこれよりおじさんっぽさが加速するかなと思っていたんですがたまたまですね仕事の合間に人望庁キックスというですねニューバランスの在庫がめちゃくちゃ豊富なお店がありましてそこにですねちょっと訪れてみたんですねまあ、その時になかなかですね現物見ることができなかったこの990 v 6を見かけましてああなるほどちょっと履かせてもらおうかなと思って試着をしたらまあすっかりロックオンされてしまいましてめちゃくちゃ気に入ってしまったんですね履いた瞬 瞬間はやっぱりなんかイメージ通りそんなにしっくり来なかったんですがまあ不思議なことに人って見慣れたいだとかちょっと時間を置くことで愛着が湧いてくるということもあったりして3分ぐらい履いてるうちにですねもうどん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 自分の中での気持ちが高まってしまってまあついつい購入してしまったのがこちらの 990V6 になりますまあスポーティーで野暮ったい雰囲気はあるんですがメッシュの雰囲気ですねこのあたりにもまあ光沢感と言いますか上品な質感が漂いますしこの このスウェードのですね、グレーの色合いですとか、もうちょっと深めのですね、チャコールグレーぐらいのパーツだとか、本当に複雑なデザインなんですよね。なかなかですね、スニーカー一つで、ここまでですね、作り込んだデザインのものも少ないかなと思うんですね。スポーティーでカジュアルなんだけども、その中に上品さが溢れるというところが、まあ、ニューバランスのモデルの特徴かなと思います。まあ、メイドイン USA ということで、まあ、ここのかかとの部分にも入ってますが、まあ、手作業でですね、仕上げているので、そういった丁寧な作りというところも含めて、 まあ見れば見るほどですね、うっとりとするような魅力もあるんですね。まあ正直、スマートでミニマルなデザインのものを選びたかったら、そもそもニューバランスは僕買わないと思うんですよ。それよりも白レザースニーカー、コモンプロジェクトだとか、まあそういったものの方が美しさ、もうミニマルな美しさがあると思うんですけども、このニューバランスにはそういったシンプルさではなくて、ゴテゴテしてるんだけども、それこそバランスが取れてる一足として、すごく完成度が高いなと思ったので、これは買ってよかったアイテムの一つ かなと思いま,すまあ、買い物の喜びの一つとして僕自身が実感しているのは、まあ、どう考えてもこれは良いだろうと思って買って良かったっていうのは、もちろん満足度は高いんですけども、それよりも、最初はなんかいまいちしっくり来なかったんだけども、買って使ってるうちに徐々に評価が上がっていく、今までの自分の価値観を大きく変えてくれるようなものっていうのは、やっぱりですね、ベストバイの一つになりうるかなと思っていまして、まさに 990V6 はもう本当にですね、この 動画を見ててていいいいいいただるいいる方方のの中にはは、まあ、7割ぐららそれどこががいといと思思ってらっしゃる方が多いと思うんですね僕もニューバランスのスニーカー最初に履いた時はそういった印象だったんですがそれが徐々に良さが分かってくるというところがこの良さでもあるかなと思うので、まあ、このようなスニーカーちょっとレアでなかなか手に入りづらいんですけどもこの春に買って良かったアイテムの一つとしてあげてみたいなと思いました、まあ、ニューバランスはですね他にも動画でいくつか解説してるものがあるのでそちらも見ながら皆さんにとってもですね 良かったらデビュー戦を切っていただければなと思っていますはい続いて2つ目の買って良かったアイテムなんですが僕が今着てるこちらのですねアウターですね ルーズワークジャケットという名前のですね、スティーブン・アランのアウターになっています。僕はですね、スティーブン・アランのアイテムが大好きで、個人的にめちゃくちゃよく買っているんですね。まあ、好きな理由は本当にたくさんあるんですけども、いわゆるですね、ミリタリーだとかワークをベースとしたような、ちょっとですね、クラシックでカジュアルな雰囲気があるんですけども、その中に現代的なサイズ感だとか、まあ、デザイン的には簡略化して、ミニマルな雰囲気に仕上げるのがとても上手なブランドで、個人的にも大好き なんですねいわゆるこうドメスティックブランドにもミリタリーだとかワークをですね、イメージしたようなものをですね、得意としているブランドがあるんですが、価格帯的には結構高くなってしまうんですけども、スティーバアランって結構価格帯がちょうど良くて、もちろん安くはないんですが、セレクトショップのオリジナルよりはちょっと高めだけども、ドメスティックブランドよりは買いやすいというところで、まあ、すごく僕にとってはちょうどいい価格帯で、まあ、よく買い物をしているブランドになるんですね。まあ、そちらのですね、シャツジャケット風のアイテムなんですが、まあミリ イタリーワークのですね。イメージをですね。こちらも落とし込んでいるアイテムになってまして、このですね。腰ポケットですね。見えますか？ここに。 ちょっとですね、蓋付きのポケットが付いていまして、こういったディティールがちょっとワーク、ミリタリーっぽい雰囲気に仕上がっているんですね。で、素材にはコットンとナイロンをですね、コンボしたものを使われていまして、肌触りはソフトで柔らかいんですが、ちょっとシャカシャカ感があるような、すごくですね、凝った仕上がりになってるんですね。このような素材使いの面白さも、スティーブン・アーランのですね、魅力の一つかなと思っています。で、色合いもですね、すごく曖昧なんですよね。このあたりもすごくスティーブン・ンアランの好きなところなんですが、こちらはダークグレーという色合いす。 なんですけどもなんかグレーも感じるんですけどもその中にちょっとネイビーっぽさも漂うようなそんな曖昧な色使いがすごくいいなと思いましてこちらを購入しました春先にはすごく使い勝手が良くて今僕は t シャツの上にさらいと着ていますがシャツの上に着るのもいいと思いますし様々な着方ができて割とですね長く使えるのでこれはですね買って良かったアイテムの一つかなと思っています僕は結構プライベートで履くボトムスっていうのはある程度限られていまして の定番でよく履いてるのはブラック系のパンツ。これがちゃんとあって、最近はちょっとトレンド感もあって、今の気分に合っている白パンですね。このあたりを履くことが多いんですが、このようなダークグレーですね。ネイビーとグレーが混ざったようなダークグレーというのは、ブラックのパンツにも白系のパンツにも合うので、すごく着回しがしやすいというところも最大のポイントなんですね。僕は何度かお伝えしてる通り、服はめちゃくちゃいっぱい買うんですけども、思考的には結構ミニマリストに近いところがあって、あんまりたくさんの服は持ちたく ないというところがあるので、まあ、こちらのアウターに関してはプライベートでよく着てるんですが、まあ、これ1枚あれば春のですね短めのアウターは結構こと絶えてしまうぐらい便利な1枚なのですごくこれ買って良かったアイテムかなと思っていますまあ、スティーブアランはですね僕の動画の中では普段あんまり出さないんですが僕はもう一つ運営してますメンバーシップチャンネルの中ではかなり多めに出していますまあ、それぐらい好きなブランドでちょこちょこと買い物行ってますしまあ、普段の僕の動画を見ていただいていてまあ、もうちょっと中級者的なアイテムが欲しい なとと思思った時スティーブンアランめちゃくちゃゃく使いいいい勝手がいいと思います、まあ、ビューティーユースの店舗の中でも取り扱いがありますし、あとは新宿のルミネの中にショップも入ってまして、そこなんか比較的よく僕も顔を出しているんですが、まあ、ぜひ皆さんもですね、スティーブン・アランというものも、ベーシックなデザインをベースにしながらもトレンド感の程よいですね、ミックス感、とても魅力を感じるブランドなので、チェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目の購入して良かったアイテムなんですが、僕が今内側に着ているこちらのボーダーのカットソーなんですね。これはですね、LE というブランドのビッグバスクシャツという商品なんですが、これもですね、非常に買って良かったアイテムの一つかなと思います。まあ最近はですね、ちょっとこういったボーダー系のカットソーちょっとトレンドアイテムの一つになってきていまして、もともとはですよ、もう本当にオーソドックスなアイテムで、皆さんも一度着たことはあるようなアイテムかなと思います。僕自身もボーダーというと、 無重料品のイメージがあったりだとかまあ、と本当にスタンダーードなアイイテムというイメージなんですが、まあ、最近ですね、このような、もう普遍的なボーダーのカット層が、まあ、あえてですね、今の緩めのサイズ感のトレンドとバチッとあって、まあ、使い勝手がいいかなということで、再注目されているわけなんですが、こちらはですね、ちょっと重ね着してるので分かりづらいんですが、かなり身幅がゆったりめのビッグシルエットになっているんですね。まあ、ボーダーのカット層、いろんなブランドから出ていますが、ここまで大胆なものは結構少ない ないかなと思ってまして個人的にもすごく気に入っていますまあ、LE というブランド自体はですねちょっとコアなですねお店になっていましてまあ、青山にも店舗があってよくお邪魔しているんですけどもすごくスタンダードで使いやすいアイテムが多いんですがまあ、サイズ感をちょっと大胆に大きめにしてあったりだとか素材使いですねこの辺りにすごくこだわりがあって大人に似合うようなスタンダードとトレンド感この辺りをミックスしたアイテムが多いブランドなんですけどもそちらのですねボーダーカット層を気に入って購入しましたこれはです、ね 最初に買った時には、そこまで正直ですね、他のボーダーカット層との違いが分からなかったんですが、切れば切るほど愛着が湧いてくるんですね。代表的なボーダーカット層といえば、オーチバルだとか、セントジェームスみたいなものがあるんですが、まあそういったものに比べると非常にですね、見幅が大きいことで、今の空気感にすごく合っているので、メーシックなアイテムだからこそ、サイズ感を大きく変えてあげることで、ちょっと新鮮な雰囲気は漂いやすいのかなと思います。あとは首周りの設計、 形ですね結構このようなですねボートネックのやり方ってちょうどですねこの首の端の部分ですかこのあたりがですねどうすればいいのかわからない問題っていうのがあってですねなかなか切るのが奥だなと感じることがあるんですがそこまで大きく空きすぎていないので割とですね下には僕は今インティってやつですね軍世のインティを着てるんですけども見えるかなこんな感じですねベージュのインティー来てるんですがまあ、これ自体がボートネックなのでその上に着ればですね肌の見える分 分量としてはそこまで多すぎずにハマりが良かったので首前の雰囲気も含めて気に入っています僕はこれを単体で着るよりは基本的には上にですね先ほどのようなシャツアウターを羽織ったりだとかあとはカーディガンですねこんなような形のものを羽織ったりするので結局 この先端の部分は隠れてしまうので、割と下に白 T を覗かせるよりは、このようなスッキリ目に合わせることが多いんですが、なかなかですね、バランスがいい1枚になっていまして、これは買って良かったアイテムの一つかなと思います。ボーダーのカットソー久々に買ってみる方であれば、まあ、いろんなブランドでやってるので、まあ、お手頃なところからまずはトライしてみるのもいいかなと思うんですが、ちょっとツーなものが欲しかったら、LE のですね、ちょっとビッグなバスクシャツはすごく満足度が高いかなと思うので、チェックをしていただきたいなと思っています。 ま、その流れでですね、4点目のアイテムも皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、このボーダーのカット層の上にですね、重ねている、こちらのカーディガンですね。これも最近買ったもので、すごく気に入っているものなんですが、これですね、LE と同じですね、母体のベイクルズの中のエディフィスというブランドですね。こちらのアイテムなんですが、このカーディガンもね、すごく軽くていいんですね。こちらはスポンディッシュシリーズというもので、素材はポリエステルでできているんですけども、すんごい軽いんですよ。 このニット自体はですね、中肉厚で薄すぎず厚すぎずというところなんですが、カーディガンってものによっては結構ずっしりと重量感があって、着てるだけで肩が凝るなというものも少なくないんですが、このスポンディッシュシリーズっていうのはすっごい軽いんですね。実はですね、 冬にもですね、このスポンディッシュシリーズの丸組のニットを購入して、プライベートでもよく来たんですが、結構着倒しましたが、こちらもすごくですね、重たそうな見た目なんだけども、軽い雰囲気ですごく使いやすかったんですが、その春夏バージョンとしてこちらのカーディガンをですね、店頭で試着したら、驚くべき軽さだったんですね。先ほどの丸組のニットよりもさらに軽いので、もう羽織っておいてもですね、あんまり着てないぐらいの感覚なので、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。 色はダークグレーですかねこの色合いが僕はすごく好きで、まああんまり春らしい色ではないんですが、今回購入をしました。ボーダーのカットソーの上にですね、着てもいいし、ボトムス今ブラック入っちゃってますけども、白にすごく相性がいいんですね。まあダークグレーを着るからには白パンを合わせたぐらいの方が春らしさが出るので、すごくいいかなと思うんですが、これ、ちょっとですね、薄いので透けるんですよね。今ボーダーのカットソー着てますが、なんとなくうっすら透けてるのかわかりますかねこの 感じも含めて僕はバランスがいいなと思って、この2つのコーディネートをですね、よくしているんですね。まあカーディガンも本当にいろんなブランドから出ていますが、かなりワイドめのフィッティングで、これ S サイズなんですよ。S なんですけども、かなりゆとりがあって、だけど着丈はそんなに長くないというところが、すごくバランスのいい仕上がりになっていまして、まあこれに対して先ほどご紹介したニューバランスのグレー系のスニーカーを履けば、もう完成するようなスタイルで、僕の私服って結構地味なんですよ。派手なことあんまりやらないんです ですがその中に素材感だとかあとはサイズ感をちょっと変えたりしながら見せ方の違いというところを楽しむようなスタイルが多いんですけどもまさにこのカーディガンなんかは透け感だとかあとはですね着用感の良さも含めてすごく僕のライフスタイルに 合ってるなと思ってる一着で、春にも来ますし、秋にも活用できるアイテムかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思います。カラー展開もかなり豊富で、結構ブルー系なんかも綺麗だったし、あとブラックなんかもすごく良かったので、まあ、どれを選ぶのかがなかなか難しいところかなと思うんですが、春のカーディガンで結構 T シャツの上とかに着れば長い時期着れるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、これはですね、小物になるんですね。僕は財布をですね、定期的に買える男なんですね。というのも、ライフスタイルとか気分がちょこちょこと変わるので、まあ、その時にあったお財布をですね、結構買い替えてしまうんですが、まあ、最近ですね、メインとして使っているのが、以前動画の中でもご紹介しました、メゾンマルジェラのですね、お財布。これ久々に買って、結構気に入ってですね、使っていたんですが、まあそ そこそこ大きさが出てですね、これまた使い勝手はいいんですよね。お札も入るし、小銭入れも入るし、まあカードもですね、ちょっと中はお見せできませんが、カードも入るというところですごくいいんですが、まあ僕のライフスタイルで言うとちょっとやっぱりでかかったんですね。で、これはですね、主に仕事用、バッグをしっかりと持ち歩く時用にして最近は使ってまして、まあプライベートですね、もうなるべくお財布は持ち歩きたくないぐらいなんですね。まあその時にはちょっとやっぱり大きかったかな、 ということで、オンとオフは財布を分けることにしました。で、クレジットカードとかもですね、個人用と法人用で分けているので、まあ、こっちに法人用を入れてですね、こちらの方ですね、新しく購入したお財布として、皆さんにご紹介したいんですが、かなり小型のですね、ウォレットになっています。これ、ウォレットなのかなカードケースなのか分かんないんですが、エンダースキーマというブランドをですね、ユーティリティーエルジップというアイテムになっています。まあ、これはですね、何なんだろう カードケースなんじゃないですかね。多分お財布という用途で使う方はそこまで多くはないかなと思うんですが、 これがすごく便利で良かったなと思いました。プライベートで使うお財布として結構長くですね、使用していたのが、ブリーフィングのですね、コインケースだったんですが、まあ、あの形ですね、こう L ジップみたいなものが僕の中では一番プライベート使いやすくて、その中でも厚みも出ないもの何かないかなと思って散々探したんですね。まあ、その中でこれが一番コンパクトで、なおかつレザーの質感も悪くないし、エンダースキーマというブランド自体の世界観 というかミニマルで無駄のない雰囲気というところもすごく好きで僕もレザーバッグだとかまあ、様々なアイテムを持っているんですがまあ、その小型のですねこういったカードケースをサブ財布としてですね使うように最近はしていますまあ、実際に開けてみるとですねこれ L ジップなんですごく滑らかにですねジップ開けることもできますし、まあ、このようにですね内側にはですね結構収納量がありましてここにですねまあ、クレジットカードだとかまあ、いろんなカード類がありますよねだいたい僕はプラ プライベートだとと5枚以内ににまとめるるようにしてるんですがちょっと仮にですね、今、名刺を入れています。貴重な。僕あんまり名刺を持ち歩かないんですが、これをですね、結構名前数今入れている状態なんですね。まあ、カード類もしっかりと入りまして、あとはですね、お札ですね。 えっと、一応、ほとんど使うことないんですけども、お守り程度に1万円札が1枚入っていて、1000円札が3枚ぐらい入っているという形で、えー、お金も入っています。で、小銭はですね、なるべく使わないようにしてるんですね。というのも、やっぱりですね、小銭があることで、財布ってパンパンになってしまうので、使いたくはないんですが、一応ですね、緊急用に小銭もですね、用意をしてまして、この中にも入るんですけども、この後ろ側ですね、ここにですね、 カーードがが収納でできるるようなスペースペあるんですけども僕はここにカードを入れるのがあんまり好きじゃないんですよ。ここにカードを入れてるとなんかあんまりスマートに見えないのでここは使わないことが多いんですが、ここにですね、ちゃんとお金を何枚か収納しています。例えば、 500円玉をこの中に1枚入れておいたりだとか、割とここがきつめの設計になっているので、小銭を入れても落ちないので、軽いですね、レスキュー用の小銭入れとしても使っているので、これがですね、僕のライフスタイルにはバチッとハマってですね、非常に便利なアイテムだったかなと思っています。 音用のしっかりめの財布とオフ用の財布というところで2つを使い分けると意外とですね、スムーズに僕のライフスタイルには合ってたかなと思うのでしばらく運用してみたいなと思っています。まあ、デザインはですね、L 型になっているんですが柔らかな曲線になっていてブラックのレザーに対してここにエンダースキーマのロゴがゴールドで入ってるぐらいのシンプルなものです。この縁にですね、マチがついてるんですがここがオフホワイトの色味になっていまして少しですね、デザイン的なアクセントになってるんですね。シンプルになりすぎないようなそんな雰囲気 なので僕はこのデザインすごくいいなと思って今回購入をしましたまあ、エンダースキーマらしい革の質感の良さとデザインのちょっとしたエッジというところのバランスといいカードケースまぁ、あ、ちょっとニッチな買い物ではあるんですが皆さんもよかったらチェックをしていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、プロが買ってよかった春服ベスト5ということでお届けをさせていただきました。久々でしたが、楽しんでいただけたでしょうか皆さんからのリクエストがあればまたやってみたいなと思うので、よかったら感想もコメント欄で書いていただきたいなと思っています。まあ、どのアイテムに関しても、やっぱりですね、僕らしい派手さのない地味なものが多かったかなと思うんですね。地味なんだけども、その中にちっちゃなこだわりをどのように集積していくのか、このあたりを でです、ね、追すすねるるのののがすごく好きなので、まあ、どのアイテムも非常に気に気入ってるんです、ねまあ、このあたりのアイテムは正直ですね、今年だけではなくて、来年再来年というですね、3年ぐらいの単位を見ても長く使えそうなものが多いかなと思うんですね。まあ、先ほどちょっと触れましたが、僕はですね、割とこうミニマリスト的な発想の部分もあったりするので、まあ、このアイテム今年か来年ぐらいまでしか使えなそうだなっていう視点ではあんまり買わなくて、まあ、できれば3年ぐらい着れたらいいなという感じで買ってるんですが、まあ、どのアイテムも使い勝手がいい 良かったかなと思いますちょっとニッチなものも多かったと思うのでそのままトライするのは難しいと思うんですね例えば 990V6 とかもなかなか買うのも難しいアイテムになっていますのでこのあたりは最近ですねご紹介しているように2002だとかそのあたりで代用するのもいいと思いますあとはですねボーダーのカットソーも本当にいろんなブランドからやっていますのでセレクトショップのオリジナルからオーチバルだとかセントジェームスだとかそのあたりでですねトライをしてみるのもいいと思いますあとこのエディフィスのカーデの アディガンに関してはこのまま結構お勧めできるようなアイテムで薄手で結構こう透け感もあるのでこれからしばらく季節的には使っていただけるのでチェックしていただきたいなと思いますまあ、それぞれですね同じものがあればリンク貼ってきますしまあ似たようなものもですね概要欄にリンク貼ってきますのでよかったらチェックをしていただきたいなと思っていますまあ、このような形でですね僕のチャンネルではメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説してるんですがまあ今回の動画のテ提出というのは普段の YouTube の動画というよりは 僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの内容に非常に近かったかなと思います。セレクトショップのオリジナルのアイテムから、ドメスティックブランド、またはこうデザイナーズブランドのものだとか、または何々専門ブランドだとか、まあ、そのようなですね、ちょっとニッチなアイテムなんかをご紹介をよくしていますので、気になる方はですね、ぜひ概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、週に一度ですね、ライブ配信なんかもやってまして、そちらも結構盛り上がりますので、ぜひ参加していただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくり動画見れない ない方もいらっしゃると思うんですが、そういった方のためにオンラインサロンっていうものもやってるんですね。そちらでは文章と写真ベースでおすすめのアイテムとかコーディネートの解説を僕の方でも毎日投稿しています。また僕以外のスタイリスト専門家の方も記事を書いてくれていたりだとか、あとは参加者の皆さんもですね記事を書くことができてプロに質問をしてみたいだとか、あとは最近買ったものを紹介してみたいだとか、様々な記事がですねコンテンツの中溢れてますので気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思って。 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。